はい、漫画マンです。今回紹介する漫画は無法刀、森浩二先生の作品です。連載期間は2019年から2022年、ヤングアニマルで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。無法刀は自殺刀のスピンオフで前日談、どちらにしても近未来の話。今作は自殺希望者ではなく無法者な殺人犯が島流しにされ殺し合う話です。全6巻ネカフェで読みました。殺人犯といっても様々な事情があるわけで、冤罪っぽい主人公などの攻撃的でないタイプの者たちは集まって平和に過ごそうとするが、それは叶わずとなるわけです。流れは誰でも想像できると思うんですが、中盤で暴力と性で仕切っているような元ギャングの犯罪者集団を倒します。そして主人公とヒロインはその力で島を仕切ることになるんですが、まだ悪は潜んでいるわけです。終わり方について、その悪人、主人公を陥れた犯人を倒します。その後は主人公とヒロインらは他人と関わらず生活をした後島を出ます。島から出たら命の保証はしませんよってな状況なわけですが、自殺島の時間軸へとつながった場面で2人が島から出ても幸せであることが分かり、じんわりと物語は幕を閉じます。自殺島ファンも嬉しいし、悪くない終わり方です。ただですね、森先生の倫理観が強いので、そこがポイントですね。なんていうか、自殺島の前日談をわざわざ書くならもっとエログロが激しくてよかったと思うんですよね。そこがまあまあくらいでしたし、終わり方も斬新でもなかったので、個人的にはうーんといった感じでした。ということで、自殺刀が好きな人に、性的肉体的な暴力描写が好きな人に、冤罪っぽい主人公ということで、映画ショーシャンクの空にが好きな人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。